私が教官の武士沢栄吉だ。よろしくな。はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日は武士沢栄吉先生の教習を受けたいと思います。はい、じゃあ行きますね。おはよう。教習を始めるぞ。シートベルトは忘れんなよ。それじゃあ発進しろ。左右の安全を確認しろ。あれ、丸ボタンしてんだ。まあ、武士沢先生の時はちょっと雑にやってるから、今回は丁寧に運転しようかなと思います。次の角を右折しろ。次の角を右折。一時停止してちゃんと安全確認しろ。まあ踏切がね、あ、すぐ開いた。次の角を左折しろ。次の角を左折。巻き込みに注意しろよ。そこを右折しろ。右折します。ギアを下げてゆっくり行くぞ。で、こっちか。それじゃあ発進しろ。はい、発車します。まあ一速で。減速して一時停止しろ。で、ちゃんと安全確認をしろ。で、はい、行きます。次の角を右折しろ。次の角を右折。ハンドルをゆっくり右に回せ。回して、そこを右折しろ。右折します。次の角を左折しろ。次の角を左折。左右の安全を確認しろ。で、まあ誰も来てないので、まあこういう感じで、右折しろ。で、右折します。上り坂の途中で停車しろ。はい、上り坂の途中で停車。よし、坂道発進をするぞ。坂道発進。アクセルペダルはゆっくり踏めよ。まあこんな感じ。とりあえず OK だな。スピードを落として一時停止しろ。まあこういう感じで、そのまままっすぐ走行しろ。そこを右折しろ。で、右折。ゆっくり右側に寄せろ。はい、ゆっくり右側に寄せて、そこの駐車場に入れろ。はい、駐車場。ハンドブレーキを引け。はい、こんな感じ。お疲れ。まあ、結構良かった方だな。合格。おう、あー、99点。まあいつもね、ちょっと武士沢さんの時は結構雑に運転しちゃってたんで、今回は丁寧に運転してみました。まあ以上でこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。